2018年11月12日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第4978話、未来が見えた。怖いというより不思議な話なんだけど、人によっては怖いかも。私は、小さい頃から時間軸が曖昧で、記憶も曖昧でした。どういうことかというと、未来がめちゃめちゃ見えてる人だったのです。それは夢であったり、幻であったり様々なんですが、先に景色が見えてしまう。そして、それの意味は自分で読み解くしかなく、その見せられる未来自体にも意味があったりなかったりでした。具体的に言えば、例えば家族で車に乗って、小学校の前を通った時でした。私は、もう中学に上がっていました。小学校は私が通っていた時と全く違う校舎に作り変えられて見る影もない状態でした。なのに私は、それを見て、懐かしい、と言ってしまい、家族に笑われました。けれど、ずっと前に見ている私にとっては懐かしいのです。また、見えたその動画が、いつ現実として出てくるのかわからないので、あんな前に見たものが今頃、という時もありました。例えば中学ぐらいに見たものが21歳頃に出会ったこともありました。最近怖いのが、そういった未来が見えなくなってきたのです。昔見た映像で、今の年齢より先の映像しかもう手がかりがなくて、先がわからない人生ってなんだか怖いなと、最近は思う次第です。普通の人ってこんな不安になって生きているのかなって。少し怖い未来として私が長生きをすることは知っているのですが、なんというか、具体的な映像が出てきてくれないっていう意味を、考えるに、将来的に失明してたり、脳死だったりするのかなって思うとちょっと怖いです。子供の頃、何度も未来が見えることは妄想や夢であってほしいと思い、ある時試してみたんです。そして予知と現実の時間が同じになったある時に、この先を曲がればあが手に入るという内容を知っていたので、本来なら絶対行かない場所に行ってみました。すると、ちゃんと、見た通りのものがそこに落ちていて、未だにそれは、手元にあります。証拠が取れてしまった以上、信じないわけにはいかないか、と、諦めて未来を受け入れています。と、まあ他人が読んだら絶対気違いって思われるだろうなって内容です。W 世間じゃ友達や家族には絶対話せないので、ここで初めて書いてみました。って、しまった。この下に予知夢ってスレッドあった。汗初めて2ちゃんで書き込んだので失敗してしまいました M。ネットで見つけた怖い話。第4979話、窓の外を見る生徒。これから話すのは高校の先生から聞いた話。先生自身が体験したとはちょっと違うのかな。すれ違ったらごめん。先生が初めて担任を持った時、いつも窓の外を見る生徒がいたんだって、その生徒が関わってくるいくつかの体験を話していくね。まずはなぜ外を見ていたか、からの体験談。その生徒は、いつもいつも授業中もひっきりなしに窓の外を見ていた。変な子だなぁ、と思ったくらいで特に気に目なかったそうだ。で、学校はじめには必ずある家庭訪問で、その生徒の家にも当然行った。お母さんはその生徒と一緒ににこやかに迎えてくれて、いろいろと話した。私は、その時、ふとその子の行動を思い出して生徒に質問してみた。生徒は、だって向かいのマンションに焼け焦げの女の人がいるから、と言った。え？と思った私に、この子、最近幽霊が見えるんですって、と説明してくれた。どうやらその子は、中学に上がったあたりから普段見えない何かが見えるようになってきたそうだ。最初はおぼろげだったものが、年を重ねるにつれだんだん見えるようになったらしい。その子曰くマンションにいる幽霊は昔火事で亡くなった人で成仏できてない。けど、こちらに悪さをするつもりはないから大丈夫だ。らしかった。
これが一つ目に体験した話。二つ目、文化祭での話だそうだ。先生のクラスは文化祭の出し物は縁日になった。お化け屋敷という案も当然あったが、例の生徒が辞めた方が良いと反対したらしい。隣のクラスはお化け屋敷を企画していた。準備期間で着々とお化け屋敷を作っていってかなり本格的だったらしい。だがしかし、一時的に作った場所にも霊は呼び寄せられるらしく。準備3日目、例の生徒が隣のお化け屋敷を中止した方が良いと言い始めた。明日が公開だというのにそんなことはできない。そのクラスの担任がなんとか説得させた。半分折れた生徒は、せめてこの仏壇だけは外してください、と言った。それはある生徒が本格的に見せるためにどっかから拾ってきた古い仏壇で、お化け屋敷コースの鳥を飾る重要なものだったらしい。だがそれも聞かずに担任は押し切った。生徒は、何があっても知りませんよ、とだけ言って不機嫌にクラスに戻った。その日の午後、お化け屋敷のクラスの担任が突然倒れて救急車に運ばれた。原因は不明だったが、例の生徒は運ばれる先生を見ながら、だから言っただろ、とつぶやいた。前の件を知っていた先生はその子に何があったの？と聞いた。原因はあの仏壇らしかった。あの仏壇には落夢者の霊が見える。ただでさえ霊が集まってるのに危ない。あの落夢者は怒っている。ということだった。担任が倒れたことでまずいとなり、その仏壇は元に戻して文化祭を迎えたそうだ。二つ目はここまで。長くなってすみません。次で最後ですわ。三つ目、修学旅行にて。学年が上がり、修学旅行の季節になった。今年は沖縄に行くということで、もちろん平和学習も日程の中にあった。沖縄に修学旅行で行く学校のほとんどは塹壕の見学も取り入れてるだろう。その学校も塹壕の見学があったわけだよ。堀に入るとき、例の生徒は、ここ、危ないです。とこわばった表情で言った。先生、僕は、一番後ろ歩きます。そう言って入った。塹壕はね、戦争で亡くなった方の怨念が溜まって危険なんだってね。怪奇現象もしばしば起こるらしい。今回も起きたわけで。ガイドが説明をしているとき、先生の目の前にいる女子がふらふらと前後に揺れ始めた。目がうつろで焦点が合っていない。これってまさか。と思ったとき、危ない。と後ろにいた霊の生徒が飛び出して女の子の腕を掴んだ。その瞬間、女の子はつんざくような悲鳴を上げて倒れた。あたりは騒然。急遽全員塹壕を出て、女の子の解放をした。女の子はすぐに意識を取り戻して、泣き始めた。女の子曰く急に意識が遠のいて引っ張られる感覚がしたそうだ。先生は例の生徒に、なんで後ろにいたのにわかったの？と聞いたら、女子の方の方から何本もの腕をが伸びるのを見たそうだ。それで、あっちの世界に引き込まれると思いとっさに掴んで引き戻したそうだ。さらには、なんで一番後ろを歩いてたかも教えてくれた。生徒の面に続いて戦争で亡くなった方たちが這いずりながらついてきていたのだという。危害を加えられたらいけないから、霊感のある自分が盾になったらしい。もっとも、被害者は出てしまいましたが、彼はそうぽつりとつぶやいた。三つ目はこれで終わりです。ついでに後日談。18の時が霊感のピークだったらしく、卒業したらパタリと霊を見なくなったらしいです。今は普通に社会人として暮らしてるそうですよ。ここまでお付き合いありがとうございました。他に聞いた実体験とか自分が体験したのあるけどまた後日にでも。ネットで見つけた怖い話。第4980話、覚めない夢。例外の話でもいいんでしたよね。
読んでいて生ぬるい話かもしれませんが、自分が体験して怖かったことを投稿したいと思います。当時、小学生だった私は、明日に学校があることもあり、いつものように就寝しました。その時夢を見ました。夢の内容は特に変わっているものでもありません。夢の最後の方では自分が会場スレスレのところを、猛スピードで飛んでいました。そんな場面のところでだんだん意識が、現実に引き戻されていき目を開けました。確かに目を開けたはずでした。しかし、視界に映ってくるはずの実家の天井や布団が見えない。私の視界には夢の場面がまだ続いており、猛スピードで会場を飛んでいました。最初は、まだ夢を見ているのかと思いましたが、すぐにおかしいことに気づきました。自分が布団に横たわっている感覚があったのです。手を動かしてみると布団や枕、毛布の手触りまでわかりました。さらに耳を澄ますと母親が朝食の準備をしている。聞き慣れた音まで聞こえました。確かに起きているのに視界は夢のまま続いている。この事実に気がつき私は、気味が悪くなりました。早く元の視界に戻りたくて瞬きをしたり、布団の上でゴロゴロしてみましたが、それでも視界が治らない。ここまで来ると本当に怖くなって少々パニックになりました。親に助けを求めようと声を上げたかったのですが、パニックのためかうまく声が出ない。とにかく誰でもいいから助けて欲しかった私は、おっかなびっくり立ち上がりました。布団を踏んで立っている感覚はあるのに、未だに会場を飛んでいる景色しか見えない。母親のところまで歩いて行きたくてもどこに向かえばいいかわからず、立ち上がったものの進めずに途方に暮れてしまいました。だんだん気持ち悪くなって、頭も痛くなってきました。もう訳がわからなくなってしまった私は、何を思ったか目をゆっと閉じると、強い力でまぶたをかきむしりました。その行動が良かったのか、目を閉じた状態でも見えていた。夢の景色がだんだん歪んでぼやけていき、やがて完全に消えてなくなりました。恐る恐る目を開けてみるといつもと変わらない寝室が見えました。自分の目が正常に戻ったことがわかり一気に力が抜けてしまいました。こんな状態になったのはその一回きりでした。あれは一体何だったかわかりません。皆さんは目を開けても視界が夢のままだった時ってありますか？ネットで見つけた怖い話。第4981話、ミラーハウス。私の唯一の体験を語らせてもらいます。私が子供の頃、今から10年以上前の出来事です。私は、両親と遊園地に行き、ミラーハウスへ入りました。私が先頭を歩き、その後ろを両親が並んでついてくるといった形でミラーハウスの中を進んでいきました。そんな時、進行方向の曲がり角におじさんが立っていることに気づきました。背中を向けており真っ黒い色をしてましたが、私は、その人をおじさんだと思いました。おじさんはそのまま曲がっていきましたが、私は、その後を追いかけました。追いかけた先でもおじさんは、こちらに背を向け、曲がり角に立っていました。私は、両親の制止を無視しおじさんを追いかけました。追いかけるたびに、おじさんはこちらに背を向け曲がり角に立っています。それを何度か繰り返した後、おじさんに追いつけるチャンスが来ました。私は、思い切り走り、何とかして追いつこうとしました。そして、気づいたらミラーハウスを出ていました。おじさんを追っているうちに出口に出てしまったようです。私は、その場でおじさんを探しましたが見つけることはできず、しばらくして両親が出てきました。これが私の体験です。そして現在、霊感のある友人にこのことを話してみました。すると彼はこのように言いました。ミラーハウスに子供が一人だったから出口に連れて行ってあげたんじゃないかな。もし出てからも見えてたらやばかったけど、
彼の言葉で、私の変な思い出が少し怖くなりました。以上です。ネットで見つけた怖い話。第4982話、水国用。近所に首なしの地蔵を数体祀った祠があります。おそらく水国用とは思うのですが、明らかに異常で、地蔵の前掛け家には何かびっしと文字が書かれており、いつもそこだけ異様に暗いのです。私は、そこを通るのが気持ち悪く、なるべく避けて通るようにしてました。人通りの少ない閑静な住宅地にあるということもあり。ある日電車に間に合わず、近道である、祠のある道を通らねばいけなくなりました。確か夕方だったと思います。祠を通るときはなるべく見ないように努めているのですが、ふと気配がして、寄せばいいのに振り返ってしまいました。そこには、髪の長い女性がうつろに佇んでいました。明らかに人間ではありません。私は、全速力でその場を走り去りました。恐怖でいっぱいだったのに、なぜか切ないものが胸に突っかえていました。水国用。もしかすると、胎児を無下にしてしまった母親が、無念のあまり、あそこに佇んでいたのではないか？水国用とは母親の無念を鎮めるためにも存在しているのではないか？電車に乗り、落ち着いた頭で考えると、切なさがより増していきました。水子の祠に、たまに妊婦さんが参拝しているのを見かけますが、無念を抱いた母親の霊に気をつけてほしいと願うばかりです。ネットで見つけた怖い話。第4983話、親友。人すれ違いかもしれんけど、小学校は6年間同じクラス。中学では2年間同じクラス。高校でも1年間は同じクラス。行く大学も一緒で学部は違えど部活は同じ。最高に馬の合う親友がいたんだよ。悪ぶって見せる癖があったけどな。気が優しくてちょっと臆病でいいやつだった。大学でなんかさ、部活の後のだべりの最中に、先輩だったかな。親友っているって聞いてきた人がいてな。14、5人はいたんだぜ。なのに俺たちだけだったよ。いるって即答できたの。聞かれた瞬間にお互いを指さしてさ、二人して笑ってたら周りまでいいなぁとかさ、お前ら愛し合ってるだろとかからかわれたりさ、揃って照れたっけなぁ。社会人になって4年目か。あいつがすごい暗い顔して家に来た。たわいのない話だっけ。その後で今人生の瀬戸際になってるからって。借金を申し込まれた。あげるつもりで渡したさ。二度三度と来ても冷たくなんかしなかった。就職とかってぶっちゃけ運もあるしさ。俺があいつの良いところわかってるから。きっとなんとかなるって。そう信じてたんだ。あいつの良さがわからない奴が多いのが悪いって。他人事なのに腹立たしくも思ってた。四度五度と来て。だんだん様子のおかしさが悪化してってるのが気がかりでさ。とうとう、心配になって家に行ったんだよ。扉の前に竹で作ったやぼったい飾りが出てた、アパートなのにさ。表札がなんか大理石っぽい石に刻まれたもんを、わざわざ紙を差し込むタイプのやつを上から取り付けてた。わけわかんなくなったよ。家に通してもらったご。もっとびっくりしたわ。あいつに家父その代からキリシタン一家だったんでさ。十字架とかある分には気にもならなかったんだけど。十字架の刺した以外の棒あるだろ？それに嗅ぎつけたような変な飾りが所狭しと壁にかけられてんだ。なんか俺が小学生の頃工作で作ったような形の悪い変な壺とかあるしさ。ひょっとして、もしかして、こいつ生活苦のあまり、変な宗教につけ込まれたんじゃ。そんな疑念が浮かんできてさ、手近な壺に触ろうとしたのよ。触るな。カゴを奪う気か。すごい様相だったよ。喧嘩だって何度もした中だけどさ、ふてくされたりとかいろんな顔見せあったけどさ、殺しかねないってレベルの恫喝なんて経験なかったぜ。
カゴアイが来るわけねえだろって冗談言ってごまかしたけどさ。その後俺の一挙手一投足をじっと見てるんだよ。こんなことあるんだな。俺が親友だと呼んでた奴はとっくに死んでたんだよ。カゴがあるんならなんで仕事見つかってないんだよ。今は試練の時、神が下さり玉歌選ばれた人間に与えられる供養の最中。その神様ってさ選んだ人間の周りを不幸にしてまでそういうことすんのか。不幸だと思う奴は神に見放される。そっか。こんなやりとりであっけなく俺たちの友情は崩壊した。俺は、昔の住所録からあいつの両親に電話をかけて、あいつが変な宗教にはまってかなりヤバい状況になってるって報告した。赤の他人の俺じゃ助けてやれる範囲に限りがあるからって泣いて頼み込んだ。カルト宗教被害支援団体がやってくるその日俺も見に行ったよ。悪魔とか散々悪態つかれちゃったぜ。お前が悪魔将軍だったのかとか言われてさ。助けようとしてる人を悪魔となじるんだよ。オウムの時俺は、まだ小さかったけど、なんで人間があんなひどいことできるのかわかんなかった。催眠術とかはやってもどうせやらせだろうと思ってた。こんなことってあるんだな。お前らも気をつけろじゃあな。ネットで見つけた怖い話。第4984話。わだかまり。iPad からなのでゆっくり投稿になりますが聞いてください。俺は、小さい頃から父方の祖父母が嫌いでした。理由は母親が虐げられていたこと。事実かどうかはわかりませんが、名家である父方から母方は随分と下に思われていたらしく、言葉や態度の端々からそれは現れていたそうで、それは幼い俺自身にも伝わってきていました。だから、高校卒業するまで年に一度しか会いに行かなかったし、大学時代祖父母が相次いで亡くなっても葬式で一粒の涙もこぼさなかった。むしろ、ああ、やっと死んだのか、という感情すら抱いていた。社会に出て、いろいろな経験を積み、父親になってもおかしくない年齢になった頃には祖父母の顔は俺の記憶の中から消去されてしまったかのように思い出せなくなってしまっていた。ただ、踊りが好きなばあさんだったな、とか、90になっても運転する迷惑なじいさんだったな、とか、お年玉に米をくれたっけ、とかあまり良くない思い出ばかりが頭に残っていた。大学時代には父親と、祖父についての意見の食い違いで特にあわいの喧嘩をしたことがある。号泣しながら殴られ、家を出ていくように告げられた。以降5年にわたり、父親とは疎遠になったのだが、もともと父親とも俺は、仲が悪かった。坊主でありながらも器用家でもある父は努力と財布の紐には特にうるさく、俺は、父の友人の息子たちとことあるごとに比較された。その度に劣等感に苛悩まされ、当てつけに悪事を働いた。繰り返される悪事と折檻。父の意向に背き遠方の私立高校に進学し、父の意向に背き地元から離れた大学に進学した。そうして大学時代に絶縁宣言をされることになる。しかし、社会に出てから年を重ねるにつれていろいろと、わかって、来るもので、母親が抱えていた育児の色褪せや父親の下手くそな思い、祖父母が抱えていたであろう複雑な感情などが理解できるようになる。父親の不器用な愛情も理解できる年齢になると、妹と弟にそれぞれ子供が生まれ家族が増えた。すっかり丸くなった父を見て、ああ、この人は不器用だったのだ、と思えるようになってきた。休養で父の日に贈り物をしたり、ボーナスで旅行に連れて行ったり、普通の家庭で行われる普通の親子関係ができるようにもなってきた。お父さん、ありがとう。そう素直な気持ちで言えるようにもなってきた。お父さん、ありがとう。そういえばこの言葉は父親が祖父の葬式で棺桶のそばで言っていたなと思い出したのがつい最近、この夏のことだ。顔も思い出せない祖父母の葬式でのことをふと思い出した。
811。そして、俺は、父と大喧嘩をした10年前のことを思い出した。若かったとはいえ、よくもこんな情のないことが言えたものだ、と激しく後悔した。父の友人とかいう坊主に子供の頃に聞かされた話だが、特に罪深いとされるものの一つに死者への冒涜があるんだそうだ。そして罪が晴れない限りは冒涜そのものが鎖になって自分の心を惑わせることになるうろ覚えだが、こんな話。父親とは関係修復はできている、と思う。ほぼ毎週電話で話したり地元に帰った時は高校してるし。ただ、祖父母に対しての冒涜は晴れらしていない。そもそもなんで俺は、あんなに祖父母を毛嫌いしていたんだろう。嫌われていた。というのも俺や母の主観で、立場を変えてみれば違っていたのかもしれない。実際そうだったのだとしても、我が家がこうして幸福に過ごせること、祖父母には感謝しなければならないんじゃないか?などという後悔が頭の中を占め始めた。とうとう墓参りに行くか、と腰を上げたのがこの9月。それまでは正直悩んでいた。だって顔も覚えていない。思い出もない。墓参りなんて納骨以来行ってない。両親からは行こうと誘われても体調が悪い、アルコールが抜けてない、と散々断って逃げてきた。実際行ってみると、というか行く途中でいきなり下痢になり、エンストし、坂道で転び、顔を鉢に刺され、まるで来るな、と拒まれているかのような手荒い歓迎を受けた。墓は祖父が生前混入したもので出来上がった時はそれは立派なものだったが、草が生え、備えの花は刺して二月は経とうというありさまだった。人、L、R、俺のはキーにおいするよ。道中コンビニで2リットルの水を買っていたため、墓石をきれいに洗うことから始めた。使い切って、近くの水場まで汲みに行きを繰り返した。草を抜き、寄っていた砂利をきれいに並べた。来た時より見違えるようにきれいになっていた。その上で、手を合わせ今まで大切に思ってあげられなくてすみませんでした、と謝罪した。許されるとは思っていない。それでも手を合わせ、夕方近くまで座り込んでいた。次の日、鉢に刺されたところが腫れて顔の形が変わっていたのと、慣れない山路をしこたま歩いたため半日寝込んだ。それでも、夢の中に祖父母が出てきた。二人とも何も言わなかったが笑っていた。顔も、はっきりと思い出すことができた。ああ、許された、夢の中でそう感じた。全く怖くない話ですがこれでこの話は終わりです。掃除しながらスマホで撮影した写真にありえないものが多数映り込んでいたのはまた別の話。え、その別の話をしろよ。じゃあ、番外編ということで WFACE 冒険に乗せるために到着したところと清掃中、遥か向こうに見える風景と墓石を写真に収めたのね。で、病院行って家に帰って飯食って改めて写真見たら吹いた。灯籠の穴から老人、祖父ではない、画家を出している。墓石の後ろから手が、墓の仕切りの間に顔が、木の裏に顔が、その他、明らかに人ならざるものが映り込んでいたため、軽く脱粉しそうになりました。そういえば、家に着いた途端に下の目、一切、が俺の顔見るなり号泣してたっけ。いつもはデレってくるのに。父に墓参り行ったこと、軽い気持ちで写真を撮ったら偉いもんが映って軽く怖いことを話したら見せてみろ、と。速攻削除されてしまいましたよ。しかも、お払いまでされてしまいました。その上軽い気持ちで撮影などするな、とお叱りを受けました。あら一体何なの?と聞くと、すぐ横に昔あった焼き場、昭和初期に取り壊されたらしい、からお散歩に来た方たちだとか。ただ、あれ以来いいことがないというかなんというか、9月から今までの短期間で悪いことが起こりすぎちゃって、都会に戻ってから会社で大きなミスをするし、
スマホを風呂に落としてしまうし、鍋空焚きして火事に仕掛けるし、彼女には逃げられるし、自殺するし、目の前にビルから飛び降りた人が落ちてきて軽くトラウマになるし、本当、いいことがないです。皆さんも迂闊なところでシャッターを切ってしまわないように気をつけてくださいね。乱文、長文失礼いたしました。ネットで見つけた怖い話。第4985話、なりすまし。彼氏とは iPhone のショートメールで連絡してるんだけど、昨日彼氏が夜10時頃私の住まいに来るって言うから、夜待ってたのね。玄関先で電気消してくれって言うから、よくわからず消してで迎えたらいきなり抱きついてそのまま、ベッドに押し倒されたんだけど、途中からなんか変だって気がついたら、全然違う知らない男でさ。もうびっくりして悲鳴上げて大騒ぎ、そいつはそのまま走って逃げてた。即座に彼氏の実家に電話入れて聞いたら、彼氏、携帯なくしてたんだってさ。だから、その携帯を拾った奴が彼氏になりすまして私を襲おうとしたんだって。わかって、もうガクブルブル。明日警察へ届けようという話になったんだけど、突然、警察から連絡が来て、彼氏が先に通報してくれたのかと思ったら、なんと、彼氏の父親が犯人だったと聞いてマジびっくり。結局、彼氏とはその後ギクシャクして関係は自然消滅。ネットで見つけた怖い話。第4986話、交換日記。小学生の頃に交換日記を友達4人とやってた。書き終わったら次の人に直接渡すか、もしくは机の中に入れておく。隣のクラスの子が1人いたので、直接渡すのが難しかったから、ルールだった。私は、隣のクラスの友達、かな、の次の順番だった。ある日、学校に来ると机の中に交換日記が入っていた。とりあえずみんなの日記を読み、最後に A のページを開くと、ページぎっしりに死ねの文字。一気に血の気が引いた。とりあえずこのことを A 以外のメンバーに相談した。そして何かやばそうだからしかとしようという結論になった。関わらない聞かない方が安全だと考えた。それから私たちは A をしかとした。最初は A も私たちのクラスに来て話しかけたり、なんでしかとするの?とか言ってきたけど、しばらくすると自分のクラスの友達の方へ行った。A と完全にヘリが切れた、交換日記も私が持ったままになっていた。気持ち悪くて、それ以来机の奥にしまっていたけど。でもそれから半年、多分、ぐらい経って、机の掃除をしてる時だった、交換日記を見つけた。その時はなぜか心の余裕があって、A も死ねってページいっぱいに書くの大変だっただろうにとか思って見てた。わら。死ね。輝け。おいっぱい書いていたというお家だったら、泣けるな。その後ページをペラペラめくっていると、後ろのページに何か書いてあるのを見つけた。それを見てまた血の気が引いた。DR、〇〇、私の名前。これを見ている〇〇は今何年生ですか?もう6年生になってたりしますか?実は、A の死ね死ね死ねってページ書いたの、私たちなんです。いつ気づくかなぁと思って。もしこれを見たら、私たちに伝えてね。A のことは嫌いにならないでね。B 以外のメンバー、一応これで終わりです。遅くてごめん。呼んでくれた人ありがとう。ちなみにその後、怖くてメンバーには何も言わなかった。けど中学入ってヘリ切ったよ。日記も何か気持ち悪くて捨てた。でも最後のページは忘れられない。A には謝ったりしたの ?982。謝ってない。中学は同じだったんだけど、廊下ですれ違う程度だったし。ただすごく気まずかった。小学校の時も体育の授業とかはクラス合同だったから、すごく気まずかった。悪かったとは本当に思ってる。983。謝れよう。
983。A 以外のメンバーってふざけた奴らだな。984。何か今さら謝れないって気持ちが強くて無理だった。今も謝れる自信ない。985。A は優等生っぽい子で、正義感も強かったから、多分 A 以外のメンバーはそれが気に食わなかったんだと思う。当時の私は、大して気にしてなかったけど。ネットで見つけた怖い話。第4987は、レイ殺し。べ、2BB、レイ、2年前大学ん時遭遇した、レイ殺し、の話。夏なのにやることねえ奴が集まって肝試しに行くことになった。メンバーは7人男4人女3人で男のうち1人霊感あり。イボ S。その S は見た目完全にドキュンだけど気さくでいい結構奴頭は悪いが話が上手で退屈させない男だった。笑ってるけど切れたら化け物。の典型って感じかな。目的地は企画した H。男。の実家近くにある廃屋見るからにボロくて H が厨房だった頃からあったらしい。壁が黒ずんでて周りも閑散としてる上に森に囲まれてる雰囲気は満点で遠目から見ただけで全員大興奮。けど S は神妙な顔でしばらく黙り込んで数秒後に吸い切れたように笑ってた。小声で、まあ大丈夫だよな。と困ったように言ってたのを鮮明に覚えている。べ、2BB、レイ。二階建てでちょっと洋風入っててファンシー建物自体の広さは15メートル四方くらいだったと思う。赤ちゃけてたり黒ずんでたり、風化劣化の集大成みたいな家で立地条件は最悪を通り越して楽ヘブン状態。じゃんけんに負けて玄関のドアを開けようと思ってノブを引くとやたらと硬い。全身使って力いっぱい引いたら、キッ、キッ、ってな感じで徐々に開いていく。その時 S が一緒に弾いてくれたらすんなり開いてびっくりした。これも霊力の一種なのかな。ドアが開いた時、廊下の奥で何かがヒラヒラしてたのが見えた。他の男二人はバシャバシャ写真撮ってばっかでクソの役にも立たなかった。中に入ると中は意外と荒らされてなくて驚いた。てっきりドキュンの交尾スポット化してると思っていたんだが、今なんてつい最近まで誰かが住んでたんじゃないかという気さえした。でもホームレスとかじゃない。家に入った瞬間から誰かの視線を感じる。360度全方位から、家そのものから見られてるような感覚がした。後になって気づいたが、開いてる窓や大きな穴が開いている箇所もなかった。では一体何がどうやってヒラヒラしたのか？この時点でおかんが走りたい放題だった。べ、2BB、レイ。もう一つ意外だったのは S が案外ホイホイ入っていっちゃうこと。霊感あって一番怖がりそうだと思っていたがむしろ楽しんでたし、いろんなところのドアをポンポン開けては、今なんかいたぞ、わら、とか冗談も言ってた。しかし2階に一部屋だけ開かずの間があって気味が悪かった。この家で唯一和室で障子囲いなのにそのどれもが全力で開けようとしてもびくともしない。俺と S 以外の奴らは1階で酒飲み出してもう完全に肝を試す気ゼロだった。申し訳ないと思いつつ S 呼んで開けてもらった。頼んだ時は若干嫌そうな顔をしたが素直に楽しんでる俺に免じて片目息を吐きながらも手伝ってくれた。これまた S が手伝うとすんなり開いちまって自分の腕力に若干不安を覚えたのを覚えている。中は四隅が真っ暗で一つだけある窓から月明かりが差し込んでて一部だけ床が見える妙な感じ。言いづらいけどその月明かりも白々しいような、邪悪なもののように見えたんだ。嫌いな奴がカラオケに突然来た時みたいな凄まじい違和感とはちょっと違うけど、とりあえず普通の気持ち悪さとは一味違う。べ、2BB、レイ。なんとなく早く入らなきゃと思って先に一歩通出したら S も入ってきて障子を閉め俺の隣に並んで立つ。窓の前に机があって置いてある小物から判断して多分小学生くらいの女の子の部屋なんだと思った。窓から外を見るとちょうど H の車が見下ろせる位置にあってなぜかはわからないが、もしここで幽霊が待ち構えてたら全部見えてたんだろうなぁと思った俺は、
この時点でメンタル的に負け。その時また直感的にバットを後ろを振り返ると障子がちょっとずつ開いていく一人でに。俺は、目が離せなかった音も立てず一人でに開く障子からなんとか目をそらし S に視線で助けを求めると。S は未だかつて見たこともないほどに冷め切った目でその光景を眺めていた。障子が全部開き切って、誰のかわからない息遣いが聞こえたその時。S が射殺すような鋭い目つきでそれを睨みつけてドスの効いた声で喋り出した。帰れよなぁ。人間同士の喧嘩と大差ない感じだったが空気が違う身体が凍って動けない。わかってんだろほら、帰らないとさぁ。そう言って S が拳を握りしめた瞬間、ドタ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 、とうとう立てて何かが階段を慌てて降りていった。数秒間沈黙があって玄関が、バーン、と大音響とともに乱暴に焼かれ、落ち葉の上を這いずるようにしてその、何か、外へから遠ざかっていく。べ、2BP、で、下の階のメンバーは完全にパニックになっている疑問系の短文が飛び交っているのが聞こえる。だがその時の俺は、混乱のあまり聞く自信かわいいしか考えられなくなっており、篠塚篤人って神だなぁとか呆然と考えてた体感時間にして約病院の待ち時間くらい。ほどなくして一階の酔っ払いたちもおとなしくなったその静けさの中で椅子がぼそっと、許すわけねえだろ、と乾いた声で言った人生で一番強く恐怖を感じた瞬間だった。家の付近で、うわぁぁ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 という女の叫び。なぜか誰も音を出さない耳が痛み気が遠くなるほどの沈黙。その数秒後、ボギと鈍い音が聞こえて落ち葉に何かが倒れた。S は帰り機嫌が良かった。今日のオカルトスレ。おすすめのホラー小説を教えてちょうだい。リンク。墓地を見下ろす家。ペトセメタリー。定番のリングでも読んでろ。リングはもう読んだでござる。ほの暗い水の底から。は読んだ？リング作者の短編集。映画は見たことあるけど原作は読んだことないでござる。短編集大好きでござる。サンクス。ホラーではない気もするが。自殺の楽しみ方。あまり売れなかったようで廃盤、個人的には好き。ほう、これも人間が怖い話だろうか。読んでみるわ、サンクス。グロいの平気なら、ネットの、終わらない夏休み。もういいかもね、ただし、検索してはいけないと言われてるくらいグロいが、有名な話だけど、読んだことないな、サンクス。親指探し、わら。ネットなら、絶望の世界。もなかなか良い。あと狂気太郎氏の作品、山田裕介好きじゃないんだ。でもありがとう。この陣知らなかったわ。面白そう、サンクス。小林大蔵。目をこする女。惨劇アルバム。肉食屋敷。ネフィリム。ファンタジーとグロ要素あり。家に住むもの、岸裕介。クリムゾンの迷宮。天使のさえずり。ダークゾーン。あまりホラー気味ではない。スズメハチ。その他。ハイブリッド。レフドハンド。ブレインバレー。ハード SF。化身。神味噌。姉会。でね。短編だったと思うせめいひであきまじで怖い。この辺がおすすめ。小林大蔵とかいうハード SF 作家からラノベ作家へ転向した変人。横だけどさ。ウルトラマン F。いや、失われた過去と未来の犯罪。世界史ろ。だっけな？はまだまだ SF だったよ。表紙をラノベっぽくしないと売れないからみたい。俺は、ラノベっぽくしない方が好きだなぁ。たくさん教えてくれてありがとう。偏見だが SF 好きっぽいな www。岸優介は好きじゃないんだ。知らない作品多いし。読むの楽しみだわ。サンクス。そんな頭でもスズメハチやダークゾーン、悪の経典なら読めるはず。エンタメ性が高く、リーダビリティが高いよ。あんま苦手意識持たず、
いろんな本読んだ方が良いよな。読んでみる。サンクス。岸優介。黒い家、天使のさえずり。次はホラー大賞受賞作。など。から。玩具修理者。若干クトルーフハイルが違和感なし。アイソラ。アイソレーションタンクの話人格系。ディーブリッジテープ。おすすめ短編。バトルロワイヤル。ボッケー、協定。和風。嘘神。デスゲーム系。人面町四丁目。レビューは少ないが良作。三枚崩れ。和風落ちを調べてはいけない。いおり堂三兄弟の生殖。ホラーじゃないけど地図男も面白い。バイロケーション。落ちは調べてはいけない。らへんからもどうぞ。ボッケー、協定好き。サダブユーとか。やっぱ有名なのはなし？有名な話でも何でも。読んだことない本の方が多いからな www。パニックホラーでよければ。俺が生きる意味。絶深海のソラリス。短編集でいいなら、医療コレクション。シリーズ。そこから気になる作家を見つけるのも一つの手。鈴木浩二や平山夢明なんかも参加してるから往年のホラー好きなら損なわないと思う。いつね快楽殺人。まあサイコ系ノンフィクションだけどホラー文庫なので一応。SF でもホラーは結構ある感じ。ベースは SF な点に注意。山本博士。メデイサの呪文。まだ見ぬ冬の悲しみを。タイトル忘れた AI が独白するやつ。小林大蔵。試作品3号。モズマ先生のアトリエにある。歪んだ闇。兆しがおすすめ。人獣細工。バイオホラーパラサイトイブが好きならぜひ。R。殺人鬼の放課後。おついちなども入ってる。C氏。クトルーフだけどホラーかつ SF。脳髄工場。古いが良作ばかり。臓物博覧会。上と比べるとまあまあ。セピア色の惨劇。近年稀に見る良作小林大蔵のホラー。以上小林大蔵、思い出したホラー。モズマ先生のアトリエ。短編集。チャット。アルファポリス落ちを調べてはいけない。QUIZ。アルファポリス面接が舞台だったと思う。独白するユニバーサル横メルカトル。名前違ったらごめん。もっと欲しければ本棚探ってくる。すまぬ。一部 SF ではない。またまたたくさん。サンクス。面白そうなやつばっかだな。イメージだけど本棚にめっちゃ本ありそう。もっと教えてほしいです。小林大蔵。記憶。失われた過去と未来の犯罪の基本的な話あり。人造救世主。ヒトラーが主人公第三帝国の復活が話の根幹能力者バトル系。サロゲートマザー。SF かつホラー。R。シミュレーション仮説。SF 宝石ホラーだと思うが SF 要素も強い。幸せスイッチ。ガチガチのホラーではないかもでもホラー。安楽探偵。ミステリだけど一部がホラー。花。曽根圭介。鬼団。京極夏彦。夜一。常川幸太郎異世界系のまとめの話が好きなら多分好き。粘膜人間。グロな感じが好きなら世界にのめり込めるはずだと思う。他人ごと。平山夢秋確か短編集同じタイトルのがホラー。異常快楽殺人。どう確か世界の殺人鬼についての話小説ではない。殺し合う家族。北九州殺人事件ベースの話はっきり言って一番ご飯がまずくなると思う。ベタなんだけど肉食屋敷の。妻への三通りの告白。脳髄工場の。停留所まで。が好き。高多学費との。山。墓地を見下ろす家書こうと思ったらすでに出てた。ウオーサンクス。殺し合う家族って新豆腐行きだっけ？他の作品は平気だったんだが、これだけ怖くて読めなかったんだ。ありがとう。もう題名から興味そそられるな。ミッシングの人だっけ？この人はラノベのイメージが強いな。サンクス。ますます興味が湧くぜ。ミエスエスイングの番外編みたいなものだけど。
短編集だし本編読んでなくても大体わかると思う。今はもう文庫版でも新刊があるかどうかだが、大探して読んでみる。サンクス。小林大蔵の短編って絶版も多いんだよな。ああ読みたい。そうなん。好きな作者の本調べて絶版だったら悲しくなるよな。小林なにがしは一歩間違えばラグだから俺には合わなかった。古典だけどキングの IT でもあげとくか。映画で見たことある。原作は未読だわ。サンクス。作風の変遷が大きいしシュールなのも多いからな。他にはないかな？例えば時代物とか、海外小説、それからホラー小説じゃないけど怖い本とか。あれば教えてほしいです。家に住むもの。小林大蔵。独白するユニバーサル横メルカトル。平山夢明。夏と花火と私の死体。おつ一ありがとう。上の二つは他の人もあげてたかな？安倍工房の砂の女もなかなか、海外小説だったら、でもなあたとか、ありがとう。海外小説うといんだ、ありがたい。海外ものなら、ここがウィネとかなら、君はジュディ、とか？スレの趣旨と変わっちゃうけど、不思議な話の本もできれば教えてほしい。浅野敦子、宮部みゆき、斉藤博史とかの本みたいな。昨日の旅、ダンタリアンの書家。月も同骨頭展。ラノベばっかですまん。不思議系。とは異なる場合もあると思う具体例がないためです。ドーナツ。確か北の優作全体的に不思議感あり。旅のラゴス。とにかく読ませる。7% の天無。山本博史意識はどこにあるのか的な話。奥歯のスイッチを押せ。同加速装置の内部の世界を描写。神は沈黙せず、同神のモデルについてある程度証明した解釈。新世界より、岸優介ファンタジーだわすまん。小林聡太郎戯曲津戸は、ラーメンズのコントと一緒に見ると非日常的な気分に、具体例がないと絞れない感じっす。まだ人間じゃない。夜は一緒に散歩しよ。黒四郎。獣う。黒四郎、たくさんありがとう。言っといて具体例思い浮かばんかった。すまん。ほほう。聞いたことない作者だ。めっちゃ気になる。ありがとう。押し入れの地よ。萩原博士。すげえ好みっぽい。短編集大好きだわ。ありがとう。俺の好みをあげると、三津田新さん。岩井島子、京極夏彦。夢枕幕。陰陽師。江戸川乱歩とか、時代物ホラーとか、怪談、ワホラー、ミステリー入ってるものが好きだ。平山夢明の怪談つどはとか、浅野敦子のぬばたまとか、宮部みゆきの、三島屋編長百物語、シリーズとか、斉藤博史のトーク不思議な夏とか、怖い話の短編集は特に好きだ。その他にも面白い不思議な話とか怖い話の本があれば教えてくれるとありがたいです。上のスレでも言ったように小林大蔵の追放する男がそう。おしまい。